西出です。まあ今神戸新聞杯さあ行くぞ走ってるんですけども、スタートしました。ポンとファントムシーフが当たりました。当たりました。さあ逃げるのはどの馬か。はい、7番ファントムシーフが押し出されるように行くのか。3番間から6番のサボーナ。サトナグランツ本命。3頭出ました。10番ナイトインロンドン外4番対抗サボーナ。4番ロードデルレイ。3番サトノグランツ。ドンピシャですよね。マートファントムで残り600を切りました。びっくりしました。前は3頭並んできました。ファントムシーフ、シーズンリッチ、ナイトインロンドン、3頭並んで、まあこれ直線ですよね。サボーナ4番手、外は4番ロードデルレイ、その直後まで13番ハーツコンチェルトが追い上げています。ファントムシーフが逃げるんですね。7番ファントムシーフが先頭打ち出しにつけてリードを2馬身取った。まあでもだいぶ怖かったですけど、これサトノグランツが伸びてくるから。6がね、もう確定したんですよこの辺で。ファントムシーフが依然先頭、接近6番サボーナ、さらには4番ロード、はい、捉えた。あと3、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 ワンツーフィニッシュっていうところですね。まあこれ勝負レースじゃなかったんで、うん、まあ予想はしてたんですけど、俺プロでね、まあ、こんな綺麗に決まるとはっていうところでしたね。はい、ということでオールカーマン、次、見てください。勝負してます。はい、どうも、花の馬券 CJ です。オールカーマンですね。ちょっとレース映像で やりたかったんですけど、うん、振り返りしたいと思います。見ちゃったんで。しかもロシャンパーク軽視してたね、僕。残念でしたが、はい、スタートしました。ここですね。タイトルホルダー行きましたよね、ここで。で、マリリンですね。外からでも後へ通走できると思ったんで、ここまで思い通りなんですよね。で、5番新たにつきましては、ここまで見た感じ前らへんおんなと思ってて、まあまあまあそこで貯めといてくれたらと思ってたんですが、もうこの時点でね、もう結構後ろおるんですよ。もうちょい前の計算やったんですよね、僕的に。でタイトルホルダーにここで勝つには、やっぱり後続に足を使わせるっていう競馬なんで、最後の直線も伸びていきますし、上がりがかかるレースやと思ったんですね、ここ。うん、全体的に瞬発力は使えないと思い込みました。なので僕的にですね、軽視したのはガイアフォースとロシャンパークやったんですね。ただロシャンパークが来たよね。見当違いだったんですかね、僕も、ここはもうしゃあないですね、ロシャンパークは。ただですね、マリア・エレーナじゃなくて、ね、ウィン・マリリンですよね。うん、もうほんまに予想通りで、その僕の思った通りの競馬してくれたんですけど、足らず。ウィンマリリンね、やっぱりロスなく競馬できる方がいいんかなと、外からね最初使っちゃったんかなっていうところで、かまあペースがタイトルホルダーのペースやったんで足りんかったかってところですね。ここでウィンマリリン諦めました。ここであとエイトちゃん、新たなぜ大外ぶん回す、案内枠もらって、でここでもなんか詰まっとるし、ロシャンパーク来たよね。という感じですわ。まあ、ウィン・マリリンはしてほしい競馬してくれたんで、いいと。新たに関しては、嫌でした。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 新たな競馬は嫌でした。それじゃない。
大外分回してそこから無理ですよね。やっぱり、まあ、乾杯です。はい、また来週。これ良くないっすか、伸びて減って今ここですね。